それでは皆さん、今回中山中ではパラリンピックに出場した辻選手をお招きして講話とデモンストレーションをする機会を得ました。実際その自分では手が生えてこないんだと思った時どうでした？すごくショックでしたね。いつかみんなと同じようになる、自分のお父さんお母さんお姉ちゃんと同じような姿になるって思っていたのに、そうではないんだっていうのを初めてした時はとてもショックでした。来た。パリに向けて約3年あるんですけれど、そこまでもちろんこう5年間見たくうまくいく日もあればうまくいかない日もあるんですけれど、そこで諦めず途中でやめないで続けていくことが自分自身の限界をこうプッシュアップどんどん超えていける一つのきっかけになるんじゃないかなって思います。